人ではなく何人もの友達と、子供の日といっても特別ではなく休みの日は全てが子供の日という感じで外で騒いでいましたよ。うわいいコメントそうですよね。今子供の日というと孫のことに思いを馳せています。先日孫が手術をしたという連絡、心配しましたが聞くと矯正のための手術とか、それでも手術直後の写真を見ると痛々しくて私が代わってあげたかったです。退院したら美味しいものでも食べに連れて行こうかと思います。それでは檜山さんも体調に気をつけて頑張ってください。失礼しますと届いております。あ、そうなんですね。お孫さんに思いを馳せる日になったんですね。いや感慨深いですね。昔は毎日が子供の日だったんですけれども、成長するにつれてお孫さんに思いを馳せるようになるということで、いやー感慨深い、ね、毎日遊んでましたもんね。今だともう遊ぶ時間を確保することに必死なんですけど、私子供の頃に戻りたい気もしますね。何もしない日も確かに作りたいですよね。何もしない日を作ることの難しさといったら難しくないですか。年に1回あるかないかぐらいじゃないですか、何もしない日って。何もしない日ってどうやって作るんですか皆さんまあそれだけこうね貴重な時間が多いかと思うので、大人になってからもぜひ子供のように遊ぶといった気持ちは大事にしていきたいですよね。子供の頃は時間が長かったからねと、確かにね。いやだんだんこう世代は変わってきますけれども、子供の気持ちは忘れずに過ごしたいですね。そうですよ、子供の時代があったんですから、子供の記憶を忘れずに過ごしていきましょうお帰りメールご紹介していきました。今日もありがとうございました。